できた。YouTube ライブ始めます。何の告知もないので、なんかあれですけど。もう始まってます、ね。うん。ちょっとゴーゴー行ってる場所。ちょっとゴーゴー行ってるし、座っ。全然本当に。本当に。すごい。座った。ね、座ったところがびしょびしょでスカートがびしょびしょになってちょっとテンション下がり気味なんですけれども、聞いてくださる方しばらく10分ぐらいちょっとやりたいと思うのでお付き合いお願いします。あ、ネットがちょっと弱いのかもしれませんけど、あ、縦動画あ、そうなんだ。はい、ちょっと縦動画で あえてこうやって縦の、ああ、すごいですね。私は天然でやってましたけど、ドリキンはちゃんと考えてやったみたいです。全然音ちゃんと入ってます。ドリキンの声まだ発してないんじゃない？なんか自分の声まだ来ない、喋ってない。あ、僕の声がちっちゃいでしょ？だから言ってんじゃん。私声張れるからここでいい。音声良くない。そんなのに近づけない。いいよ。声張ればいいじゃん。ここに近づくからいい。あ、そう。だここに手つくとガタガタってなっちゃう。うん。私声張れるからすごい。うん。私すごい。あ、ドリキンさん小さいですよ。聞こえますよっていう。うん、大丈夫です。うん。多分マイクが違う。どっちのマイクが来てるの？そうだね。はい、はい、ドリキンボソボソ喋ってるよって言ってますよ。あれじゃない、福さん屋のカステラは多分、うん、お二人の顔が浮かんで、これここが黄色いからカステラのことを思い出す色味。え、そういうことではないんじゃないかな。今は食べてるからじゃない？そういうこと？うん、はい、ちょっと画質よくない。あ、画質問題もあるんです。ちょっとなんかここネットが弱いみたいで、なんかね、うん、5G が変に拾ってて、なんか調子悪いの、うん、あ、ここアップルパークではなく家の本当の目の前に家なのに、じゃあ家でやれって話なんですけど、ウーバーパークですよ裏がウーバーの何、ウーバーオフィスの中庭、うん、あ、そうですね、ウーバー中庭。で今日もまあなんかちょっとだけ暖かくて散歩をして、もう家に帰ろうかなって思ったところで、私が気まぐれで旅行から帰ってきてライブやりたいなということでやってますということで今日本では休日ですよね。世界中休日だ日本だけじゃないのこの時期にツッコミありがとう、ドリキンさん。年末の冬休みということでいいかなと思いまして、私は年がら年中休暇みたいなもんなんですけれども自虐で、まあパリから帰ってきてネズミさん体調大丈夫ですか？あ、そんなこと聞き、ああ、おかげさまで、そうですね、その経緯をお話ししようかと思います。そんな大きな話。はい。どうやって体調が悪くなって、どうやってその中でどうやって過ごしてたかをお話ししたいと思います。はい。まずパリに行く前はかなりすこぶる良好でした。で、着いて2日3日すこぶる良好でした。ただ寒いなと思ってて、本当に寒さでイライラしてて、で久しぶりに寒い中をこう歩いてて、でなんか汚い話、鼻水出るなと思って、ズルンズルンしてなんかしてるなと思って、まあ、その程度だったんですけど、でなんか慣れないエアビーンドビーのお部屋で、こう皆さんもよく
ある現象かわからないんですけれども、その自分の感覚と自分の体の不一致なんかこう具体的に言うと寝る間際にこう YouTube の編集とかしてたんですけど、でなんかその部屋が最初の初期あったかかったのね。で終わる頃になって、ああ編集終わったって気づいた時に、え寒って気づいて、だってなんか変なさ、うん、カウチのさ、なんか、うん、ところでテーブルとかも普通にあるのに、うん、なんかすごい変なところに風呂桶みたいな椅子に座ってやってたじゃん、うん、あれのせいだと思う。じゃあだからあそこでなぜやってたかというと、コンセントがそこにあった。他にもいっぱいあったけど置いてるね、全部ドック自分のドックとしてるところがそこにあった。あと目の前にヒーターだったのよ、うん、だからそこで行ったら間違いないなと思ってたら、一応逆に気を使った。そうそしたらあいつ切れてやがって、で気づいた時に、えヒーターついてなくないと思って、そしたら体が冷えててやっべえと思って、集中してると自分の体がどうなってるのかが分かんなくなるっていうか、そしたら気がついたら体が冷えてて、あやばーと思って寒気すると思って、そしたら風邪ひいてたってシンプル、まあ、だから冷やしちゃいけないってことだよね。そうだね、冷えはやっぱりでかいと、うん、そう冷えちゃったってことね。で冷えちゃって、そしてどうだったんだっけ、で寒気して、でもなんかもういいやと思って、なんかパブロンかなんか持ってきてた。あいつが効かねえんだよじゃあ初期は効くのよ、効くんだけどなんか賞味期限切れて賞味期限切れのパブロン持ってきてしまったようで、で効きがなんか初期は効いたのね、だけどこれじゃあ完全に治らないなって思いながら行動してて、そしたらやっぱり案の定効かなくて、でどんどんなんか悪化してってんなと思うんだけど、だけどもうなんかしょうがないと思って薬局行ったんですよ一緒にね。なんかパリってなんかグリーンの十字架みたいな、うん、なんかあんまりネオンサインを多分やっちゃいけないんだけど、薬局だけはいいのかな、勝手な僕の推測ですけど。目立つよね、すごい目立つ、うん、LED だかなんかライトの、うん、こうグリーンが明滅するような、うん、十字の看板が結構そこら中にあって、あれ薬局のマークで、そうあれだけは多分認められてんじゃない。あそうなんだ、うん、派手派手に。であそこでなんかもう絵に描いたようなヨーロッフランスパリのおじいちゃんおばあちゃんが経営しているちっちゃな薬局が自分たちが泊まってるもう目と鼻の先のところにあったので、あ十字架あると思って、薬局屋あるからちょっとそこで風邪薬買うわっつって行ったんですよね、ドリキンと。でドリキンがウケるんだけど、で私が一生懸命英語でね説明して、なんかランニングノーズでなんだっけちょっとフィーバーですとか言って、英語通じなかった。あ、通じてなかったの？英語が分からなかった。フランス語しか通じなかった。あ、じゃあ通じてないの？そうそう、だから。マジで？だから通じてたと思ってた。アップルの翻訳で一生懸命やってたら。あ、それ知らなかった。だからなんか鼻水がとかなんとか。向こうの人、英語ではなくて、完全になんとなくこのジェスチャーだけで。マジか。空気読んで薬出してくれたんだけど。あ、そうなの？そう私もノーズってやって、で、頭こうやってって、フィーバーってやって、通じたのかと思った。通じてないです。マジか。一応翻訳で、うん、この薬はなんか即効性ありますかとか、うん、喉と、うん、なんだっけなんとかに効くやつが欲しいですって言ったら、うん、なんかおうおう。あ、そうなんだ。翻訳ツール神だ。で、そのおじいちゃんがこれ効くよっつって出してくれて、でドリキンが一番出しておじいちゃんがこれ聞くからってすごい説明した最後の最後に一番聞くやつくださいってまた言ってて受けたおじいちゃんが。そしたらおじいちゃんがこれこれ。そういやこれが聞くからって言って、でなんか
それを飲んだら見事に効きまして、でも効いてる間ね、そうだから完全にあのその薬の薬って治るものじゃないから、なんか症状を抑えるよね。だからもうその薬でながら息ながらえてたっていうかでも徐々に治ってったよそれで。いやだって風邪薬を、風邪を治す薬っていうのはないらしいよ。風邪の症状を抑えて、そうそうそう、あくまでも風邪を治すのは自己免疫力っていうか、うん、なんかその風邪の菌みたいなのをいきなり殺してくれるみたいなのはないらしいから、うん、あくまでもその風邪の期間辛い症状を緩和してくれて、うん、その間に自己免疫力が風邪を治して、お気づいたら治ってた。あ、まさにそうだった今回。なんかそれを朝昼晩のなんかやつで飲んでたら、なんかだいたい見事に効いた。薬今回いい半分でとかやる感じなのに、今回は相当辛かったのかな違うの、だからやっぱり症状を完全に抑え込みたくて、ほらあの1日たりともそのなんか家でゆっくりしたいとか したくなかったから、行動したかったから、風邪薬で生きながらいたかったのね。いろいろありしたかったから、まあ、見事に聞いていろいろひょこひょこ行けたから、ギリ行けてた、ギリ行けてた。でも絶対体の中でおかしいんだなと思いながらも、その薬で抑え込んで生きてました。まあだから楽しめたっていうね、ギリのギリ。まあでもね、なんだかんだ、ね、うん、結構体力あると思うよ。あんなに寒い中、うん、最初の3日ぐらい、うん、相当歩き回ったしね、結構夜も遅くまで起きてた。そう、2時3時ね、そう2時3時まで起きてたね。毎日向きなんて編集してる。そう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 、あれは ね、だから僕は唯一あれですよ、何、気をつけましたね、冷やさないこと。いやだから本当自己管理うまいなと思った。その差が出た、ね、うん出た。いや私は舐めてた。シャワーもう部屋戻ったら、うん、いつもだったら結構ダラダラなかなかシャワーとか風呂とか浴びないんだけど、うん、やったのはもう何せ、うん、もう今日出ないなって部屋に戻った瞬間に、うん、速攻シャワー浴びて、うん、しかももうなんていうの、寒風摩擦的な感じで、うん、各幹部を20回ずつ擦る。あ、違うの違うの、思い出した。あとあそこのさ、エアビーの部屋のシャワー、あれパリ問題なのかな、あのお湯のストックが限られてるっていう、わかんない。でもドリキンのせいじゃないと思うんだけど、私2回なんかドリキンの後に12時過ぎたら出なくなる。どっちなんだろう。いやなんか途中でシャワー浴びてたらだんだん水になってきて、でやばいやばいやばいと思って最終的に水になったのね。セーフと思って、あれはどういう規則なんだろうと思って。使いすぎたかもしれない。いやわかんない、そこはわかんない、うん、いやでも洗濯してた時も途中で水になったのね、2日目ぐらいで、怖っと思って、うん、あと最初からあのダウンジャケット着てればよかった。最初の方なんか、そうなんですよ、着てなんかコートっぽいやつをしてたけど、あれは生きてんじゃなくて本当に暑かったの、だけどあの、そうだけど途中から寒くなったのよ、夜ぐらいから、うん、だからいけんなと思ったら急に寒くなったから、まあでもなんとかも頑張ったんじゃないの。そうだね、だからあの過信しすぎたねやっぱり、うん、昔とかだったらさ、なんか寒いなって思っても寒いで終わってたんだけど、体に最近来るんだなと思って、風になるんだなと思って。分かんないけどね、昔を覚えてね、なんかそう理解してるだけかもしれないし、あそう、うん、そうかもね。だから来年の目標は体力をつけるっていうことにします。はい、いいと思いますですね、そういう話です。出た、トコジラミ問題。あ、トコジラミ？俺さ、トコジラミ怖すぎんだけど、みんなが言うからさ、怖いね、うん、気にしてみたらさ、うん、めっちゃ怖いよね。怖いの？うん、あのなんかし、あれでしょ？あのなんだっけ、南京虫？うん。しかも別に南京、当時から昔はすげえみんな教えてくれるから、うん、なんかそこ調べちゃったら、うん、なんかあの単に日本は海外から来たああいうものを南京なんとかっていう
名前をつける癖があったらしくて、うん、一時期おだからなんかあの海外ものをみんな南京なんとかっていうのもつられてたりとか昔、うん、日本もあるらしいんだけど、うん、あれめっちゃ怖いよ。怖い。なんか刺されば刺されるほど症状が変わってくるんだって。何、1回目は怖い、大したことないんだけど、うん、1回刺されると免疫がついて、うん、2回目になるともうすごいボワーって当たって、うん、怖い怖い怖い。でもなんか続けて刺され続けると免疫ができて何も症状がなくなるとか、うん、あ、いいじゃん。そうそうそう、怖えと思って。へー、その間めっちゃ痒かったりとかすごい真っ赤になったり。そうなんだ。私でもこれなんだろう、昔からあの自分のね家の家族の中で私だけ刺されないのよ、家の中で。そのみんな同じとこで寝てて、妹とかなんか父親とかさ、なんかぼちぼち蚊にも刺されない。うん、そうなの。だからちょっと分かんないんだけど、まあ、ただちょっとでも光が入ってると来れないんだって。めっちゃ光に弱いんだって。光、うん、だから熱じゃなくて、うん、光。へえ、だから怖かったら電気つけっぱなしで寝れば大丈夫。お、いいじゃん、うん、へえ。真っ暗にして寝る人いる、そんな。ね、へえ。ただまあ結果論的にはうちらの Airbnb の宿めちゃくちゃ良かったよね。綺麗だった。トコジラミどころかダミ、ダニもいない感じだったよ。もうふかふかだった。なんなら私が、私の家、自分家の家よりも綺麗だった。ふかふかだったね、うん、めっちゃなんか、うん、清潔になってた。人ん家の布団嫌だなってちょっと思ったけど、うん、ふかふかだったね。ホテルよりもむしろいいんじゃない。あ、よかったよかった、綺麗にされてたね、うん、なんか、うん、そこのリスクがあると思うと、なかなかもう他のところ行くぐらいだったらまたあそこでいいかぐらいの感じ。思うね。そうだね、なんかそれは思った、うん、ただ階段がすごかったけどね。階段がエレベーターないから3階まで大変だったっていうね。いや怖いね。 IMC は本当になんとか対処する方法考え、別にだったらヨーロッパがっていうか日本でだっているらしいよ。いや、いるよいるよ。だってほらね、刺されてんもん、うん、うちの家族とか。私なんで刺されないんだろう、謎なんだけど。蚊とかもゼロではないよ、ゼロではないけど、10匹20匹とか立ち向かって来られたら刺されるけど、なんかあんまり寄ってこないっていうか、そういうのあんのかな。まあ、かです。そうですね、とりあえずセーフだったっていうこと。そうですね、トコジラミは大丈夫でした。あと風邪も治ってます。あとなんだろうね、あとお土産はいろいろあんま買えなかったっていうね。まあお土産買うのでなんかこう宿泊したのも結構辛いからね、うん、まあ よかったんじゃないですか。あ、そうですか。お土産で自分に対してね。うん、そう、ルイ・ヴィトンとか。お土産じゃないです。お土産っていうのは人に対してあげる。自分に対しての買い物ってことだ。そう、自分に対しての買い物。ルイ・ヴィトンとかエルメスとか買いたいなと思ったけど、1個買ってもら、1個買ったけどね、うん、なんか、あ、夢とトピッチャさんが、ああ、あの動画見て昔パリで泣きながらスーツケース5階まで持ち上げたのを思い出しましたっていう。5階はすごいですね。でもさ、あのなんかエミリーパリに行くでもさ、全く同じ病があったじゃん、うん、あったね、あるあるなんだね、うん、あのヒカキン TV でちょうどパリに行ってたじゃないですか、うん、あ、行ってましたね。偶然中の偶然で、あ、びっくりしたね。びっくりした。帰ってきたらなんかヒカキン TV でパリやってるとか。クオリティいいからずっと見ちゃった、ヒカキンのパリ。あれもさ、うん、螺旋の階段上がっていくときにさ、うん、見逃してたけどさ、うん、地味にあのヒカキンがさ、うん、なんかこの階段が斜めってるとか言って、やっぱ日本の感覚だとさ、あのなんか階段が斜めになるみたいなさ、なんか三半規管がおかしくなる。そう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 、なんかどっかに連れ去られそうになってて、こうなんかなんかね、こう斜めになって、あの幅もさ、階段のさ幅もさ狭いから、なんか気持ち悪くなるの、あのこう、ね、うん。こんな感じですかね。食器は変えたもんね。そうですね、あの、うん、ネズミ、今回ネズミさんお小遣い制にしたら良かったね、
なんでバジェット制にしたら、あ、それでそう、バジェットが高まって、そう、そしたらそれ全然大幅に買えなくなっちゃって、買ってないね、バジェットの、あ、大幅バジェット余らしたって、余らしたってこと、いいこと、別に良くないよねギリギリ買いたかったじゃあなんか買うものがなんかこれでいいのかって悩んだら結局おじけついて買えなかった。でもなんかバジェット制にしたことは良かったなと思って。なんでなんかその指標ができるじゃん。そうだね、計算するような人。あ、でもそれも分かりやすい気がする、自分も買いやすい、うん、そうそう、やっぱりなんかこうケース枠があった方が、うん、そこにこうはめていくって感じになるけど、うん、なんか最初から無謀にしてると後々困ってっちゃう。ただなんかお小遣い制とかなんやだってなんか上から言ってるけど、こうそのなんか普通にその青木家の事情のお金の中に巡り巡って自分も首を絞めることなんかそんなに買わねえよと思って思うんだけどねっていう。だから唯一買ったのは食器ですよね、エステラデビラ、ちょっと言えないんだけど。今はもうどこでも買えるじゃんって思うじゃん。であの食器は結局やっぱりパリでし、あと日本もあるけどやっぱり値段が全然違うのと、あとないものがあってとかね。ルイ・ヴィトンの値段の差はびっくりしたね。うん、だからやっぱ食器もそうだし値段が全然3分の1の値段で買えるから、やっぱりちょっと無理してでも買って帰ろうかなってね。日本なら買えるんだけどこっちだと買えないんですよね、そのあの食器気がね、なかなかっていう。まあでもいいんですよ、その思い出は変えましたからね。思い出、いいこと言おうと思ったら言えなかったあ、でも私それ真面目な話でそう思ってて、まあそのお土産っていうそのものはさ本当にオンラインで買えるんですよね。そうだから経験はやっぱり買えないものだから、やっぱりルーブル美術館行ったりとかオルセー美術館とかいろいろ見たで、街中歩くのとかそういうのとかは絶対行かないと触れられないものね、経験はやっぱり全然ね。あとあのでも食器とかは買えるとは、はい、まあ、割高とかそういうのあるとはいえ、うん、まあなんか重い重いして持ってきたりとかするけど、うん、あれは良かったなと思う。ああいうのなんかその、うん、その食器を見た時に、あ、これあそこで買ったなっていう思い出がついてる。でしょ？そう、だからあれはプライスレス。下手にそうルイ・ヴィトンのバッグとかを買うよりも、うん、まあ、お互いの共有できる食器で、まあ、ほらカン君の食器もそうだけど毎回あれを、まあ、日常的に使ってるとやっぱりこうね保持できるっていうかね、思い出をね。ああいうのはいい自分へのお土産だなと。そう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 、まあだからそういう身につけるものとか、まあ、バッグもそうなんだろうけどね、でもなんか共有できるものはいいかなと思って食器を選びましたがね。でもね体験やっぱ行ってね、ヨーロッパなんかなかなかね、ドリキンとかちょっとフランスかぶれでなんかマドームって言ってくるよね私にねなんかギャグなんかなんか知んないけど、ギャグでしょ、かぶれてはいない、モドームって言ってくるからさっき一回言っただけじゃんモドームとか言ってくるからさ。あとなんですか、あとですか、皆さんの質問に答えると。特にないですね、うん、はい、そんな感じでしょうか。日本今朝ですかね。そうだよ、はい、今多分9時ぐらいじゃない、朝の9時前ぐらい。おお。違いますね。来年またフランス行くんですか。なんかねその時は行きたいなって思うんですけど、やっぱり浅く広くじゃないですけど行ったことないところ、ちょっとなんかフランスは心残りなんですけど、やっぱ行ったことないところあえて行くのもいいのかなっていうのもちょっと思い始めてきました。違うところね、もう一回次ヨーロッパに行くとしても、うん、パリロンドンなのか、うん、違うヨーロッパのエリアに行くのかって話です。そうですね、悩ましいよね。悩ましい。散歩しながらその相談をしてたんだけど、うん、もちろん、まあ、薄く広く行ってもいいかなね。また
ね、戻ってきてあれでもいいけど、全く見てないところ行きたいなっていうのもありますけどね。私なんか初期本当はモロッコ行きたいなと思ってたんですけど、ね、なんかほら地震起きちゃって大変だからね、ちょっとね、だからちょっとそういうなんかちょっと行きにくいところとかも行きたいなっていう。あとはちょっと本当にヨーロッパの歴史を勉強したい。あ、そう、へえ。ゴッホ良かったな、感動したね。あれはね、うん、なんかゴッホの絵画とか今まで別にいろいろ写真とかで見るのはあったけど、うん、まあ、全く よくわからんっていうか、うん、まあ、よくわからんって言うと言い過ぎだけど、うん、なんか実物は すごいなと。ねえ、私も思った。もう立体よ、ね、空間ビデオだよ。なんかいろいろ絵画を見れてよかった、すごい。ね、街並みもだけどね、色彩とかさ、色、あのセーヌ川とか、この距離で見えたもんね。そうだね、うん、あれすごいな。あとモナリザもすごい、やっぱりなんか最初ちょっと斜め、なんか、ね、モナリザってとか思ってテレビとかで見れてんじゃんって思ったけど、なかなかすごい、結構さ人気だからさ遠かったじゃない。 で、まあ、真横からちょっと近くから見れたけど、やっぱりそれでも臨場感は半端なかったなと思った。モナリザも結構遠かったけど、間近であそこでなんかこう見れたのは良かったなと思う。モナリザさん斜めから見てもこっちを見ていると。うん、いろいろね。ゴッホが好きなのアムステルダムにゴッホミュージアム。なんかあのフランスにもあったよね、あのゴッホミュージアムね。そう、いろんなとこあるんだなと思って。ゴッホが良かったっていうか、なんかたまたまゴッホ展をやってたけど、本当はもっといろいろあるの。あの 3D のやつ良かったよね。ゴッホのね。うん。あれよくできてた。ね。ただあの時すごい体調マックス悪かったから、なんかモヤモヤしてる。なんかなんかモヤモヤ感が半端ない。で、美術館で2回ぐらいなんか意識飛んでたじゃん。意識飛んだ。ちょっと。ちょっと座るとか。うん。ちょっと座らせて、美術館でただ見てるぐらいだったら全然いいだろうなと思ったけど、それでも結構一回ちょっと休憩と思って。まあでも楽しめたね。そうですね、1回目であそこまで楽しめたら僕はもう上出来だと思ってますよ。あ、いいですね。そうですか、確かに。その後結局体調回復したのですかって。回復しました。説明しますって言ってお尻がなかった。あ、そうですかね。そう、あの最後の方でだから薬をの飲み始めてからもう体調がそこから良くなりましたね、うんうん、飛行機乗る、もう最後の飛行機乗るぐらいからもう、あ、これもう回復する。 寝るだけだから、機内で寝てるから。もう飛行機ぐらいからこんな良くなってきた、うん、あの時はまだちょっと体調悪いのか。あれはちょっと疲労、ただ疲れだけだけど、もう風邪は結構全然体調悪くなかった。行きは直行便で行ったじゃん、うん、帰りは乗り換えにしたじゃん、うん、どっちが良かった？いや、あれ結構悩ましいなと思って、うん、でもなんかこう正確な比較はできないよね。帰りの方が距離が長いから。そうなの、そうなの。行きも結構、うん、まあなんか直の方が良かったかなって気もしなくもないんだけど、うん、2時間ロスト、2時間あそこで最大2時間と、まあ、うちゃうちゃして3時間ぐらいか、ね、だったら直行の方が良かったのかな。いや、僕は乗り継ぎの荷物の入れ替えとか、うん、あそこで待つとかは全然ありだと、うん、全然あれ来んなんない。本当でも若干めんどくさかったじゃん、なんかまた中見せてくれって言われたりとか。でもね、うん、そんなにそこはね、自分の中ではこれはいけるなって。なんか その時間に余裕がなかったら嫌だけど、うん、なんかそのもうあとちょっとあと30分みたいな状態であれやらされたら、うん、もう相当ストレスだけど、うん、もう絶対あとに抜けてもその後2時間ぐらい余裕があるって分かってたから、そこはね全然実は僕は気にならなかったけど。あともそうかもしれない、サンフランシスコで税関通るよりもあそこで一回通ってるから、
もうなんかサンフランシスコ出てからから、まあ、ちょっと荷物の受け取り場所がなんか遠慮遠くてうちらアホすぎるよね。あそこで一回ピザなんか腹減りすぎてなんか荷物のことすっかり忘れて、あそこでさ晩飯食おうぜとか言って晩飯食べて、そうあれはお互い気づかなかったもんね俺も我ながら二人してもう思考回路停止してんなと思った。ウケると思って、いやだけど、まあ、帰りちょっとあったけど、うん、あれ慣れてないっていうのはあるから、うんうん、あれだけど、まあ良かったんだけど、意外とその乗り継いだ2個目の6時間半ぐらいのフライトが意外と辛かった、うんうん、乗った後帰りの2回目の乗り継いだ2個目のあれが、うん、狭いからだよね、うん、だからなんか最初のいい席だったじゃない。最初はプレミアムエコノミーみたいなやつ、うん、エコノミープラスってやつで、うん、なんかやっぱ座席の前よりも横が広かったのかな。そうだね、私全然あれはだって1個なんか私ポーチ置けたもん2個、うんうん、横で横がでも私横が知らない人だと結構しんどい、うん、で行きが知らないおっさんが横にいて、でそあの肘掛けの争奪戦なのよ。あ、行きって帰りの1個目、うん、帰りの1個目、帰りの1個目がね、なんかその直前でフライト変えたから席がバラバラだったんだよね、うん、それで、ん？帰りだよ。帰りの1個目のフライトがでしょ。うん、プレーコのやつ。それ辛かった。隣のおじさんがいるから。俺隣に向いてお姉さん。いないじゃん。横。あ、違う。廊下じゃん。うん。違う。俺は勘違いした。ユーロスターの話した。ユーロスターは全然何にも問題ないわ。1時間半しかないじゃん。確かに。うん、で？がそれが隣におじさんがいるからしんどいなと思って。なんか肘掛け取ってくるからか私の肘掛けなんですけどと思いながら、なんかインスタ広告みたいなやつで、うん、板なんだけど、うん、パカって開けると、うん、肘掛けところにパカって置くと、うん、2人の分の肘掛けできるみたいなでしかも真ん中に仕切りがあってここから入ってこないんですよみたいな、うん、グッズが紹介されて、あ、いいねいいね、ほんと欲しい、なんかすぐ取ってくるから私の肘掛けお前こっちのあんだろうと思って両方使ってくんの、嫌だね。でもあれあれでアメリカ人絶対そうだから、うんうん、容赦ないから負けちゃいけない、先に取んなきゃいけない、肘掛けちょっとでも空いた瞬間に、そう油断ミスしちゃいけない、トイレから帰ってくると取られてんの、くっそ取りやがったと思って僕取りましたけどみたいな。だから帰りはね、うん、もうなんかお尻ムズムズしちゃって、うん、なんかもうなんか行っても立ってもらえないみたいな、やっぱ隣にエコノミー症候群的な感じ、いや隣におじさんいたからじゃない、いやなんかそういうわけでもないね、やっぱ席のサイズだね。あ、そうなんだ。サイズがなんかちょっとした本当数センチの差なのかもしれないけど、うん、いやだからやっぱり廊下側にすればよかったんじゃない、私真ん中でもよかったけど、うん、まあなんか分かんないの、でもやっぱいや行きもそうだった、へえ、そうで行きのエコノミーと帰りの2個目のエコノミーが同じだったんだけど、うん、どっちもやっぱり5時間ぐらい過ぎたぐらいから、うん、多分なんかエコノミー症候群が出始めて、いやでもね、座ってらんねえな、ほんと察するよ、だって体の大きさがさ、やっぱり見てて本当にかわいそうだなと思うもん、うん、サイズが全然違うじゃん。でもエコノミープラスはすっげえ快適だったから、うん、そりゃそうでしょ、もうなんか申し訳ないけど最低限エコノミープラスで行こうと思う、うん、いや本当だよね、いやだから飛行機問題なのよね、うん、ちょっとね難しい、ユナイテッドとかさ絶対2席とか3じゃないじゃない、3席4席って言ってさ、キツキツだからね、うん、だんだん体の一部がこうなんか痛くなってきたら、いやなるでしょ、あれ死ぬよと思って体、私とかほらまだね体のサイズがさあれだけどさ、でっかい人ほんと大変だろうなと思って、あれはね、うん、なんとかあれだよ、サイズ席にもエコノミーにも S サイズ L サイズ L サイズみたいなの作ってほしいよ、ね、あ全員あの席って言ってね、えだから2席取るとかじゃないとダメなんじゃない、飛行ね、だからそこでやっぱりさ選んじゃうよね、行き先をね、だからカン君行きがちになっちゃってカン君5時間で行く、でもね、なんか我ながらね、ああのフライトのなんか
撮り方も慣れてきたから、うん、俺帰りとかさ変えたじゃん、うんうん、あのこれは手数料なしで帰れる部分だなとか、あーコツね、コツを掴んできたから、うん、そこは良かったけど、だってあれあのまんま行ってたら朝5時起きよ、いやしんどいわ、最初のやつ、いや絶対無理だと思った、だって8時9時でも辛かったもん、うん、昼にできて良かったでしょ、ねえだから本当飛行機問題でかいなと思って、うん、いろいろなんかもう昔と違うよね、昔なんかそんなことで選んでなかった、なんかねいろいろね変わってくるよね、自分を守っていかなきゃいけないっていうかさ、いたわっていかなきゃいけないっていうのがありますよね、うん、ですね、帰りの便っていつ取ったんですかって、ん行く前に取ったよ帰りの便直前に変えたってことだよね、旅の途中に変えた、うん、ね、まあ、ビジネスに乗れる身分になりたいですけどね、いやビジネス高すぎだよ、高すぎだよ、そのお金があったら私はあのいいバッグ買うよってなりますよ、まあ、まあでもなんか他のことに使いたくなるよ、うん、旅で使った方がいいねえって思っちゃう、なんかいいもの食べるとかいいもの買う旅の途中でなんかしたよね、難しいけど、割高かっていうと、うん、まあ、それなりのあれだろうし、うん、まあ価値はあるのは全然わかるんですけど、はい、なかなか出せる差が、なんかあのエコノミーとビジネスに対してのこの、うん、中間作ってほしい。だからそれがプレイコじゃないですか。いやな、中途半端じゃないか、うん、プレイコってすごいエコノミー側によったエコのプレイ。そうだね。ビジネス側によったもう一段階ぐらい作ってほしい。欲しいよね。エコノミービジネスみたいな。名前作ってる。エコノミービジネスどっちですかってなんか。まあ要はだから席がもうちょっと広くてってことでしょ。ご飯いらないみたいな。まあ、ご飯いらないんだけど。ビジネスのさ、うん、ビジネスだけどサービスゼロみたいな、ジップエアのビジネス、まあ、ジップエアでもフルフラットな、そうですね、それはまさにでもだから人気なんで取れなかったです私は、うん、結構まあ、直前だからかもしれないけどなかなか取れないよね、ジップエアいいなと思った、確かに、うん、ジップエアおすすめだけど、いろいろでもコツはあるよね、ご飯出ないし席もなんかランダムだし、いろいろなんか制限はあるけど、安い、ただただ安い。まあでも冷静に考えたら飛行機って非常に、うん、あれだもんね、エネルギー効率悪いもんね。ね。こんなガソリンガンガンさ、うん、電気自動車と言ってる中でさ、一本飛ばすのにさ、ものすごい燃料を燃やしてるわけじゃん。そうですね。飛行機の話でした。ちょっと飛行機要だったもんね。確かに。でかい。パリロンドンの話じゃないの。パリロンドンの話。それはもうある意味 YouTube を見ていただければって感じなんだよね。ドリキンでもすごいと思った。あのすごいちゃんと豆に取ってんじゃん。ほぼほぼあそこで全て。すごいと思う。私はまあなんかほら下手っちゃったから途中で脱落しちゃったけど、いやなんかその中で横でさ取っててさ、マジその時だけマジリスペクトと思って、すげえ、すげえと思って、なんかよくこんな状況、この寒さとこうなんかあのシチュエーションの中でよくなんか取れるなと思って、いやすごいと思う。作りましたね。あ、それ宣伝するの？それなんか最近ずっと作ってますよね。帰ってきてから、だってもうそのフランスの中でピカーンってきて、うん、あ、これ作らなきゃって思って、そっからずっとあの頭の中でモデリングしてたんです。ただみんなあの緑のあのその今それグレー黒か黒だけど。そこにミドルが装着してるものをみんなすげえガン見してたからね。でもさ、フランス人なのかフランスに来てる観光人なのかわかんないけどさ、うん、アメリカだったらもうちょっとみんないじってくれるじゃん。何それ何って言ってくるみんなさ、すごい
見てはいけないものを見るみたいな、二度見してた。そう、俺もそれ気づいたんだけど、あのライカストアの人とかも三度見ぐらいしてんだけど、決して話しかけないっていう。ああ、何なんだろうね、あいつやべえやつって感じなの。いや、興味はあるけど話しかけるほどのことじゃないと思ってんじゃない。うん、ライカショップにわざわざ M11 は素で持ってるじゃん、だけどあの Q3 はグリーンだったから、あの日わざと Q3 にして行ったんだよ。あ、そうなんだ。 M11 だとつまんないかなと思って、なんか話しかけられたらそこでなんか面白いかなと思ったんだけど、誰も話しかけない。なんかブランディング、若干こっちも疲れてたから。そうだね、自らなんかこれどうっていうほどの気合もなかったからそっか、でもすごい奇跡だったね、あそこのライカショップね。ライカショップよかった。うん、ライカのブランディングなのかな。そうだと思うよ、怪我されちゃ嫌だって。変なことつけんなよ、うん、そう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 、やべえやつっていう方かも。俺らの高級ブランド、うん、そっちじゃない。そういうの良くないと思うそういうとこよいや大事でしょう、きっと。いやいや、でも本社の作ってる人はそういうのないと思う、なんかあのお店の人とまた本社の人とちょっとカルチャー違う気がする。いや、だからほら社員わかんないけど、まあ、そうやってしなきゃいけないっていう教えがあるから守んなきゃって。お高く止まってんだなんだろうどっちでもいいけどさ、そんな感じでしょうか。提供しました。はい、まあでもすごいよね、結構ちゃんと撮ってるよね。ちゃんと撮ってるね。なんか撮れる、撮りやすくなったじゃん、すぐ壊れました割れない。なんかね、この前のやつは意外といけるかと思ったら、今朝もポキって折れた。あ、折れたんだ。どのくらい力いけるかなと思ったら、ちょっと力入れたらポキって折れた。あ、それはじゃあやっぱり今第10段ぐらいのやつができてて、3倍ぐらいの厚みになってるから。あ、じゃあ物理的に厚みがやっぱり成果を上げてるってこと。あの他のあのあるじゃん、あのモメントとかがピークデザインとか出してるようなやつを測ってみたら、9ミリあったから、9ミリだったから、なんかこの厚みがやっぱり。それ何ミリ。これ5ミリだ。あ、じゃあやっぱりね。19ミリぐらい、2センチぐらいあった。いや、そうでしょ、全然違う、でしかも鉄じゃん。そうだよ、普通にそれ折れるよ。あ、三つ星レストランどうでしたかって。あ、よかったです。そういうとこ。どういうとこ。いい質問何それ。すごいよかったです。三つ星レストランのドリキン夫妻の星の数はいくつでしたかって。今回、あ、そうだね、1、2、3って言ったもん。そうですね、1が1で、次が2で、そう、そうですね、ちょうど順番通りか。そうですね、で、どれも美味しかったですよ。まあでも星の数順当かなっていう気がするから。私は、間に行った パレロワイヤルだっけ、あそこで食べた、あれが一番本格っていうか、星2つ、私あそこが一番良かったかなと思う。まあでも他の2つは日本人シェフだったからなんとなく想像ができたのと、その日本人馴染みの味でこう逆パターンで作ってるから、うちらにしてはあんまりこう新鮮味がないんだけど、なんか2つ星のそのフランス人のシェフなのかな、がのやつがやっぱり私の中で一番良かったかなと思いました。なんかまあ僕もそうかな、まあ、ただ、三つ星のやつは三つ星なりにやっぱり一番サービスがすごかった。でも値段も違うからね、結構びっくりしたもん。いや、すごいよね、ねえ、ランチで10万円超えじゃなくて。そうだよ、ちょっと高すぎって、ね、もうしょうがないよ、三つ星だから、キャンセルしても同じ値段取られると思ったから、さすがに俺一度も行かなかった本当だよね、ルーさん体調悪そうだからこれキャンセルした方がいいかなと思ったんだけど、俺一度も行かないと。いや、だから鼻が効かなくなってきたから、なんか十二分に楽しめないなと思ったけど、しょうがないよね。
だから、あ、それもあるのかな。2日目の方がいいなと思っちゃったけど。ドレスコードはもうみんな、なんかそれもすごいコメントにももらいましたけど、ドレスコードとあとカメラ撮られますねってなってたけど、あのお店側の対応の方がもうすごかったっけ。そう、なんかもうなんかそこが、うん、なんだろう、別に寄り添ってくるっていうわけじゃなくて、うん、もう時代に合わせてるよね。そうそうそう、あの適応力高いなと思って、いい方に。だってさ、あの2個目のそのパレロワイヤルのさ、うん、パレスロワイヤルのあそこだってさ、あのうちらは一番むしろ撮ってないぐらいっていうかさ。あと気づいた、だからそのカテゴリーされてた、その奥の部屋と、うん、あの そうそう瞬時に判断して、この人たちの、まあ、あの私は気にしないよ、気にしないけど、あの身なりを見て、あまりにもカジュアルな2人じゃない私たち。そうすると結局あのなんだ、玄関先の方の席に通されて、で同じようなアジア人のカメラ持ってる人たちと同じところに、あの座らされた。でもそれも私はいいと思う、うん、私はそっち、別にそれを気にする人だったら自分たちがドレスコードを変えればいい話で、 私はそっちの方が気が楽だったし、あ、よかったな。で奥の方に座ってた人たちはもうちゃんとしたドレス、ああドレスアップしてて、そういう、うん、だからもう向こう側の対応力の高さだ。そうだって、あのうちらがいた席の周りの人たちは、僕まだこのカメラだけど、もうあのキャノンのガチ一眼のそうそう、このでっかいやつで全部の料理、しかもサーブしてくれるお店の人が巻き込んでね、巻き込んで、うん、とどう一個一個どうぞ撮ってくださいって、そうそう、ちゃんと協力してたよね。あれすごいな、うん、そう、あれ一つもサービスとしてね、うん、組み込まれてるよね。そう、なんか単にうちらは厳格だからそういうのやめてくださいじゃなくて、やっぱりもう今の時代に合わせてるのすごい。しかも最後さ、あのシェフがさ、あの一人一人一つ一つのテーブルに挨拶来てさ、でうちらのところにもどうでしたかって来て、あ、よかったですって言って、なんかいろいろね話したりとかさ、ああいうところもやっぱりなんかすごいなと思って。でもなんかやっぱりそれは意識を国が変えたって言ってて、うん、そのフランスとか、フランスの、うん、この間ちょうどさポッドキャストで、うん、あの収録したんですけど、うん、セゾン情報システムズっていうところの、はい、なんか宣伝みたいになっちゃってるけど、うん、社長さんと、うん、なんかスポンサートークみたいなののエピソードを撮ったんですけど、うん、その社長さんは10年ぐらい前にイギリスになんか何年かその MBA 取るために留学というか住んでたらしくて、うん、でイギリスからまさにユーロスターでチラみたいな感じで、うん、パリに何回か遊びに行ったので、うん、で10年前ちょうど2013年とか言ったから、うん、10年前ぐらいのパリは、うん、フランス語喋れないやつは相手にしないとか、うん、めっちゃお高いし、私も噂は聞いてた、そうそうそう、うん、全然しなかったんだけど、うん、そこがなんかそれをやってて、なんかお高く止まってて自分たちだけで経済回そうとしても意味ないっていうことに、なんかパリの万博だかオリンピックだかを機会にマインド変えたみたいな。実際またねオリンピック開催されるからね、来年、来年かな、なんかやってるからね、なんかそれのなんかこう準備じゃないけど全部ね整わせようとしてるよね。あのウーバーだってさすごい便利だったしすぐ来るしなんか何のあれもなかったよね。まあなんか街も綺麗だし、なんかそのなんかこいつらを金づるだから良くしようみたいな感じじゃなくて、本当に意識変えてる感じはあったよね、うん、あった。なんかその世界みんな友達じゃないけど、うん、グローバルに我々は生きていかなきゃいけないから、うん、そんな島国根性じゃないけど、あの 国根性じゃないけど、うん、そういうのをやめてもっとなんかみんなとパブリックにやりましょうみたいな風にちゃんと自分たちがマインドコントロールしてる感を感じた。感じた、私も感じた、うん、ちゃんそこはさすがなんか柔軟性高いというね、残るためにはそうすべき。そう、実際なんかその英語も片言だしなんか不便そうだけどなんか寄り添おうとしてたよね、うん、まあそれはうちらも英語が別にネイティブじゃないから
ね、日本語喋れるよりは英語で喋んなきゃって思ってお互いがこう寄り添おうとしてるところが、まあ、逆にそうしてくれてるのを見て、うん、もうちょっとやっぱり僕らとしては逆にフランス語を挨拶ぐらいは覚えて行くべきだったなって反省する点はあったけどね、うん、私はちゃんと言ってたよ、ね、僕はなんかそういうのをしなかったことはちょっと反省してやっぱり相手の対してサンキューサンキューしか言わないからそうそうリスペクトを持ってやるべきだなって思ったから、うん、やっぱりなんかこうそういう方がいいよねまあしょうがないんだろうなと思って、うん、メルシーぐらいは言えよと思ったけど、うん、いや途中から言ったよだいぶあそう気づいて、うん、やっぱもっとそのリスペクトの気持ちを表さないといけないなと思って、うん、ちゃんと言うようにしたけど、うん、なんか最初は全然そういうなんか言わないというかそういう意識もなかったおだなんかやっぱり言ってみると、うん、そのあれだよね人はみんな友達何それウケるいやだ刺激を受けたってことそうですねやっぱりさなんかどっかでも動画にも言ったかもしれないけどさなんか、うん、海外のゲームとか見てるとさ、うん、この CG リアルじゃないなみたいななんかすごいリアリティのリアルにめっちゃ作ってるのに全然リアルじゃない CG のゲームとかあるなと思ったけど、うん、あのヨーロッパとか作ってるゲームやっぱヨーロッパの人ってそういう顔してめっちゃリアルなんだそういうのとかもさ含めてさやっぱりいろんな国とかいろんな人に会ってみると、うん、その違いを感じられ、うん、リアルに感じられて、うん、なんかこう多様性のキャパが上がった気がしたよ、うん、真面目に言うと、うん、いいんじゃないですかいいんじゃないですかだってまあこれあくまでうちらの感じたことだからねどこまでがその一般化されてるか分かんないけど、まあ、自分の感覚としてはなんかそんな風に感じたかなっていうね、まあ、2、3日の話だからそうそうあくまでも個人の感想で 2、3日しか行ってないから違う印象を受けたり違う対応を受けた方もいるかもしれないですけど保険あったあどうぞずれちゃったそういうことですね、はいまあ、どう感じるかは信じるか信じないかはあなた次第ですなんだそれどうしてでしょうはいじゃあそんな感じでもうだいぶ喋っちゃったねこれなんでもう寒いよねそれこそここで冷えるよあやばい帰りましょうこれ読み切れないねうんいい刺激になりましたよ、ね、そうですね、うん、ヨーロッパ人の同僚ともうちょっと仲良くなれる気がするよかったねこの人たち何言ってるか分かんないな英語同じ英語なのにみたいな感じからもうちょっとなんかいや難しすぎるよでも私あのフランス語のあのなんかイントネーションえなんか喋りフランス語いいね素敵だよねなんかささやくように喋るじゃんほにょほにょほにょってほほほほほほって怒られるよほほほって喋るからねほわほわしてんなって思ってあやべあれ見なきゃベルサイユのバレ読まなきゃあそれ続きあれなんか切なくなるからもう見たくないなと思って悲劇でしかないから全然そういうの知らないで言っちゃったからさそっかそんな感じでしょうか、まあ、フランス語も仕掛けられたらもうスマホのあの翻訳アプリをタップ立てれば大体もうすごいね本当リアルタイムにガンガン翻訳してくれるあれさあのベトナム料理屋さん行った時にさフランス語もしゃべれないおば、まあ、フランス語じゃなくて中国語だけ中国語で しゃべらないおばちゃんにあのそれでさ翻訳でさ会話してたよねあの時のおばちゃんの顔がやっぱり素敵こうなんか通じた時の顔、うん、おばちゃんのメキシコの現地 の男の子と一緒だったね顔がほころぶじゃんにかこの人こういうこと言ってたんだそうそう触った時の、うん、あの顔が私はねすごいほっこりするあれが挨拶だけでも自分たちが現地の言葉で言えたらもっと相手に対して、うん、その気持ちが通じるよねねえ
当だよ、うん、はいっていう世界ね。まあでも世界中もう行けることはないと思うけど、まああと何個行くか分かんないですけどね。どれくらい、あとどこ行きたいですか？僕は今年、来年の目標はドイツ。あ、もうでもそれは決定ですよね。いや、まだ決定はしてないよ。あ、そうですか。その間私はどこに出ようかなっていうね。一緒に行っちゃうんです、行かないよ。いやでも貴重な体験できると思う。そのライカの団体行動が苦手なんで。その中で好きなとこ行ってないじゃん。いや、そういうわけにはいかないじゃないですか。いや、そんなことないじゃん。いや、気使いますよね。ちょっと気使われそうだし、気使うんで、いいですよ、お断りしますわ。じゃあ終わりにします。もう1時間近く喋ってますんで。冷えてきたね。大丈夫、風呂入れっから。今日は鍋です。昨日も鍋ですが、今日も鍋です。寒いって嫌ね。でも寒い人でも、あの、私は暑いのより寒いのが苦手なんですけど、逆の人もいるからね。なんか羨ましいのかな、わかんないけど、いいですね。私ちょっとね、寒さが苦手なんですよね。じゃあ他に喋りたいことありますか？来年の抱負を。これもう、ね、年末ライブ的な感じ。やるかどうかわかんないですか。どうですか？ねえ、あっという間でね。海くん、ライジン楽しみだね。朝倉海くん、私は紅白でも見ようかな。え、紅白見るの？すごい。あさってぐらい？あれ違うの？いや、だからライジンの裏だ。もうまだでしょ。まだ全然。なんか 何見ようか、じゃあ探そう。なんかライジンみんなで見ましょうかしたいの。おお、してくださいよ。バックスペーススペシャルは30日です。あ、ライブね。なんかライブね。はい。何じゃ、何々ライブって書いてあったなと思って。サムネ作ってくれたじゃん。サムネ作るの忘れてたと思って、そう、沖田さんにサムネ作ってくださいって言われて、あ、その忘れてたと思って。そう、今回のバックスペースライブのスペシャルゲストは西田渡さんと石井智彦さんで、はい、僕らの LSK というユニット組みましたから。おお、そして来年1月にはいきなり写真展と写真集出しますから。おお、写真集やばいよ。本当、出来上がりのまだPDF の状態っていうかあれだけど、うん、楽しみ。プロすげえと思って。あ、そう。もうね、うん、僕らはなんか石井さんにバレバレだったんだけど、うん、みんながこう西田さんとか石井さんとか、うん、30枚ぐらい、うん、撮った写真の自分の候補を見繕ってくれれば、うん、そこから最後製本のプロの人が構成する人が、うん、いいやつを選んで構成してくれるから、うん、30枚ぐらい候補くださいって言ったんだけど、その30枚が選べないじゃん。そうだろうね。全然もう、あ、どうしようどうしようと思ってたら、うん、なんか2人が空気読んでくれて、うん、ドリキンさん、今まで撮ってライカ、今日のライカに撮った写真全部送ってくれればいいですよって言ってくれて、もうそれホッとして、うん、もうそうなんです、選べなくてとか言って、いや、多分そうだと思ってたんでって言って、でそっから、うん、実際ね、今日のライカというか 2回フォトブック行った写真を全部もう送って、うん、その中で構成してもらったんだけど、うん、めちゃめちゃいい感じ。あ、そう。楽しみ。あ、私のまま言っていいの？いいの？なんかすごい気使ってくださいまして、私にもなんか一つ仕事を与えてくれ
くれまして、あの LSK っていうロゴを作らせてもらいました。作らせてもらいました。日本語あのロゴもさ、うん、すごい西尾さんとかさ、うん、西尾さんも評価してくれたり、まあ、その評価なんて、いや、やってくれてる、あのもちろんそのうちわでってあれしてくれてるけど、うん、すごいみんな真剣になんかふざけないでさ、そうちゃんと、そうそうそう、本当に何個か作った中で3個作って、なんかどういう雰囲気がいいですかってあのドリキンを通じてお伺いして、こういう雰囲気でお願いしますって言って、なんか本当に なんか普通にね、そうそうそう、でもあれはいいと思うよ。なんかシンプルに見えて意味がちゃんと、そのちゃんとシェイプとかもさ、いや本当ちょっと考えちゃってさ、なんかね、怪我しちゃいけないし、なんか悪目立ちもしちゃいけないから、すごい考えて、でも3人方のなんかその雰囲気とかも、3人方というかはどちらかというと 2方のなんか雰囲気とか、あのちょっとエレガントさをちょっとイメージして、本当にシンプルなんだけど、そんななんかね、尖っても少ないし、あれなんかあれなんですけど、でもちょっとあの携わさせて日本語がいい、喋る、あの、で、あの作らせてもらったので、ロゴを作りました、うん、なのでよかったら私のロゴも見てくださいっていうアピール。まあ、うまくいけば、うん、第2弾、最弾、第3弾がいけるかもしれないから。まあ、第1弾はでもなんかそんなにやっぱり部数が、うん、まあ、本だから、うん、あんまり作りすぎれて赤字とかしちゃうと本当みんな大変なことになっちゃうから、うん、まあ、そこは西田さんかなり慎重にやってくれてるんだけど、うん、でも結構まあ抑えめでやるから、うん、皆さん買ってください。多分瞬速だって、西田さんもそもそもファンだけど売れちゃう多分数だ。そうだね、すごいね、うん、私も欲しかったのに、うん、もう買えないのかな、ね、うん、で、まあ、もうちょっとしたら詳しい情報だから、バックスペースのライブで出てもらって、そこら辺の話も、あ、明後日でしたっけ、明日、ね、明後日30日今29だから翌日じゃん。ああ、翌日やべ、明日だ、明日ですよね。なんか確か、うん、それもう完全にあれなんだよね、夜更かしっていうか徹夜覚悟だね、時間帯で、ね、あ、ライジンのこと、違う、あのバックスペースのライブの時ってあれなんで、だって夜8時ぐらいから始まって、あー、そっかそっか、明け方の4時とか5時ぐらい、あ、こっちの時差ってことね、そう、やべ、今日夜更かしないと、なるほど、じゃあ楽しみですね、ちょっと写真集も入る、なんか写真展のところでも売る、あ、何エコバッグ、びっくりした、なんか、ね、顔に蚊がついてるのかと思っちゃった、やめてよ、なんか指さすから、まだまた忘れてたじゃん、何写真集の、あ、それいいの、いいんだ、あ、なんかロゴを作らせてもらったので、写真集を持って帰るためのエコバッグ、うん、そうそうそう、そのロゴ付きのバッグを作っていいですかって直談判して取り決めを作ったら皆さん一緒に買ってくれますかっていう、そうですね、どうなんだ、いる、いらない、いらない、写真集を入れるように作る、まあ、だから袋、入れ物、なんか紙袋よりなんか布袋、なんかちょっとした簡易的な布袋の方がなんかいいのかなとか思いつつ、それはでもまだ確定段階じゃないか、言っていいのかなとか思ってたけど、だから作んないと、うーん、今やるから、やるんだったらもう年明け早々もろもろにお願いしないと間に合う、あ、そうですか、じゃあ決めないとね、はい、まあ、皆さん欲しいですって言ってくれてますよ、おお、ありがたい、じゃあぜひ、はい、もうなんか1時間超えちゃったから寒くなってきたから、いきますか、はい、はい、
俺もうプリントが出来上がってるからさ私は何もないんだけど、なんかあれだなと思って。はい、皆さん絶対欲しいですってくれてます、ありがたい。じゃあね、考えなきゃいけませんね。自分がたまに欲しいなって思うから、そのなんか買った時にそれに付随したなんか紙袋ってすぐこうなんか捨てちゃうっていうか、なんかあんまり再利用できないから、なんかそういうのがあるといいなってことで。じゃあドリキンさん、なんか集中力切れないで、ね、違う違うの今何なんか連絡が来ちゃった何のよ切っていいんですか、じゃあ何、はい、なんか見切れちゃったけど、はい、この画角が良かったな。最初からもう切れてる、半分ピンクじゃない、半分黄色になってね。じゃあドリキンさん、こんなのなんだ、閉めてください。え、これあなたのチャンネルですね。はい、じゃあ今回突発だったんですけれども、途中からの方も今まで聞いてくださってありがとうございます。長い間なんか10分とか言った手前、なんか1時間もだらだら話して、いろいろ全然なんか旅行の話でもない話もいろいろしたんですけれども、聞いてくださってありがとうございました。またこれが今年で最後になるか分からないんですけれども、また来年もよろしくお願いします。私は多分あんま YouTube できないと思うんですけど、チャンネル登録といいね評価お願いしますみたいな。いやいや、だってあんまやってないんで YouTube ちょっと言えないですよね登録してもらったでもね、あんま出さなかったらねドリキンのチャンネルは毎日やってるみたいなんで見てやってくださいな。あ、ZE10 用のこれ作ったけど、え、 ZE10 のこれ、 ZV10 のこと、あ、それいらない楽だからあのまんまグリップあって、いやいや、片手のグリップのところで全然楽なのよいや、むしろあっちのシグマの方が欲しい。シグマ動画撮らない撮れないはい、じゃあそういうことで、あ、そう、私もその対抗して、その3兄弟、私は1人で自分で写真自分で選んで、自分の写真集、旅行の時の思い出の何かを作ろうかと思ってますので、ここで言ったら絶対自分でやるかもしれないのでここで宣言するんですけど、せっかくなんか写真いっぱい撮ったので、自分、私はなんていうの、写真がうまいってわけじゃないので、そのデザインとかが好きなので、そのなんかレイアウトとかそういうなんか手作り、自分で作りたいっていう気持ちの方が強いので、なんかそういう目で、温かい目で見てくれると嬉しいなっていうことで、なんかいろいろ何が言いたいのか分かるんだ。要は写真集を作りたいんじゃなくて、そういう写真集の本を作りたいっていうところなので、作ったらお知らせします。はい、 ZV-E10-2 が出るらしい。何それ。あ、そう、いいよ今ので、もう困ってない、困ってない、俺も ZV-E10 でいいと思う、うん、まあ、でもシグマのやつのもうちょっとね動画が撮れるとか、いろいろシグマで動画撮れればね、うん、楽しいなと思うけど、私シグマが大好きだから、うん、FP にすれば動画撮れるけどね。へえ。センサー変わっちゃうからちょっと色味変わっちゃうから、うん、FP リグ作れるし、 FP ちょっと使ってみたい気もしてきた。もう、はい、じゃあもうそれで本当に締めましょう。ありがとうございました。ではバイナラー、ありがとうございました。じゃあ切ります。良いお年を